それからイリナさんね、これから聴く曲ですけども、これもちょうどその、今の諸井さんの曲と同じように5年前のものなんですかね。あなたの場合はね、そのシンフォニエッタからもう12音になったし、最近のこの間放送した、2つの弦楽器群神田楽器の競争曲ですか、あれにしても僕そう違いがないように思うんだけど、どうかしら。そうですね、僕の場合は、この曲の前に変わっちゃってるわけですからね。あ、ちょうどそうですね。だからこの曲なんか12音使ったまとまった曲として、初めてに近いんだけど、その後ずっと今でも12音で書いてるわけで、使い方がだんだん慣れてきたっていえば慣れてきたんだけど、根本的に違ってるっていうようなことはないと思うんですかね。イリナさんはあれ、これからもその厳格な12音でずっと続けていかれるわけですか。今のところは変える気持ちはないんですよね。その点諸井さんの方はどうですか。僕ももう少しこうなんていうか先へその進めていくことは考えますけど、交代することは全然考えていません。その交代っていうとそのやっぱり厳格な12音技法っていうものを、12音っていうかな、その電子音楽やっちゃうとね、音が12じゃなくなっちゃうんで、もっと増えちゃうんですね。そうですね、そういう方向へもっと、なんていうかな、普通微分音階って言ってますけど、音階的にはそういう方向でしょうし、それからアイデアとしてはセリーのアイデアをずっと進めていこうと思って、それではもっといろいろ伺いたいこともあるんですが、時間がありませんから、この辺でどうもありがとうございました。イリノさんのシンフォニエッタのことを簡単にご紹介しておきますが、イリノさんは1921年のウラジオストックの生まれで、諸井誠さんのお父さんである諸井三郎氏の門下で、作曲活動を始めたのは第二次大戦後の頃からです。で、今の話にもありましたように、ずっと無調の12音の技法で、作曲をしておられるわけですが、その日本で最初の作曲家と言っていいと思います。で、これから演奏されるシンフォニエッタはその技法をオーケストラの上で初めて試みたもので、東京交響楽団とその指揮者の斉藤秀吉によって初演されたものです。で、管楽器1本ずつの小編成で、3つの楽章に分かれています。で、第一楽章がイントロダクションとフーガ、第二楽章がテーマとバリエーション、第三楽章インベンションで、全体を通じて音の上ばかりでなくリズムの上でもいろいろな工夫がなされています。では、森忠さん指揮で入野義郎のシンフォニエッタです。